ウズベクソビエト百科事典、ゼー、ゼーロシア語、ゼー、ゼーはウズベク語で書かれた最大かつ最多項目数を収録した百科事典である。ウズベクソビエト百科事典は14巻から構成されている。ウズベクソビエト百科事典はウズベク語で書かれた初の一般的な知識を扱った百科事典である。ウズベクソビエト百科事典は キリル文字によるウズベク語で印刷された。ウズベクソビエト百科事典は1971年から1980年にかけて多種検討で発行された。ウズベクソビエト百科事典はその一部の内容がロシア語で書かれたソビエト大百科事典からの翻訳であるものの、ウズベク人やウズベク語に関連するトピックについて、衝述した内容となっている。 ウズベクソビエート百科事典はロシア語では利用できない。ウズベキスタン科学アカデミーの会員であるイブラヒム、ムミノビチムミノフ博士が1から9巻を編纂し、残りの10から14巻をカミルジャン・アフマドジャノビチズ・ファロフが編集した。ウズベクソビエート百科事典ではスーフィズムに関して広範な記述を行っており、一般にホージャー・アフマド・ヤサビーのような ウズベク人のスーフィズム哲学者について肯定的な記述を行っている。ウズベクソビエト百科事典は、もともとは、アブドラウフフトラトのような反ソビエト主義作家や、チョルパンのようなブルジョア民族主義者に対し、批判的な記述を行っていたが、これらの記事は、グラスノスチの期間中に修正が行われた。マルクス主義のバイアスがかかってはいるものの、ウズベクソビエト百科事典は、 社会や経済、応用科学などの知識全般について、広範囲にわたり扱っている。また、ウズベクソビエト百科事典で特筆すべき点として、一般的なソビエト連邦の情報、そして特に、ウズベクソビエト社会主義共和国に関して、極めて広範囲にわたる詳細な記述がなされている点が挙げられる。歴史、経済、科学、芸術、文化などを含む、 ウズベクソビエト社会主義共和国における生活のあらゆる側面について体系的に取り上げている。ウズベキスタンの外ではあまり知られていない主要なウズベク人の文化や科学に関する事物を包括的に扱っている。ありがとうございます。